はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。今日はね、マオロが、白米国軍犯、という歌を日本語にしました。背景としては、敵という、まあ、ここにはやっぱり中国ですね。ベトナムも今、侵略の行為を続けています。なので、みんなベトナム人として、一生懸命にこの国を守らないといけないということで、そういう意思をみんなに伝えておきたいんですね。まあ、自分の国、自分のベトナム人としたら、みんなね、勉強なら、仕事なら、一生懸命にして、この国を守らないと、絶対ベトナムは中国の奴隷になります。これをみんなに、まあ、強く伝えていきたいと思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。